す。朝7時。これから社長塾。日本はやっぱりいいですね。とっても綺麗です、日本は。東京に来ると、必ず靖国神社にお参りに行きます。やっぱり、心意気ですね。何をやるかは、まあいいとして、その芯の部分の強さ、揺るぎなさ、そんなところですね。なんとか手に入れたいと思ってるんですよね、人生で。なので、いつも参りに行きます。靖国神社は好きですね。いいですね、ほんと。やっぱ綺麗だね、日本は。空間の取り方とかね、最高ですよね。なんですかね、これね。すごく綺麗ですね。澄んだこの真っ青の空と。最高だよね。ここに初めの男に なりたいですね。なりたいっていうか なりますけどね。ちょっとね、根本をしっかり捉えて、本質を捉えて、しっかり目標の実現まで。宇宙ステーションを必ず作りたいんですよね。ちょっとそこまで行くには人としての器がかなり必要になるんで、本当も足りないところです。いやー、本当皆様にね、こういった皆様に恥じない男になりたいんですよね。なろうと思ってるんですけど、本当にね、本質の伴った男になりたいんですけど、なかなかなれなくて、そう簡単になれないんですけどね。慣れないのかもしれないんですけど、ちょっと人生のテーマなんで、本質を持った男になって、宇宙ステーション打ち上げる、そのぐらいまで行きたいですね。6年以来お世話になってます、飯塚塾長です。私がですね、行動を起こすきっかけとなった、で今もいろいろと今日もすごく修正していただいてます。どうもありがとうございます。星野さんは素晴らしい方です、はい、よろしくお願いします。